次は買い物するとき、スーパー、コンビニ、まあ、誰でも簡単、コンビニ、スーパーなんて、まあ、誰でも行けると思うんですよね、普通は。だけどやっぱり、脇目狭心の人はスーパー、コンビニ、買い物するときも辛い、ゆっくりのんびりできない。だから本当、外に出るのももう嫌になると思う。コンビニだとすると、コンビニに行って、まあ、商品棚がここに並んでいて、で、自分が、まあ、ここで商品をね、何を食べようかな、何を買おうかなって見てます。視線が、で言うと、視線はこんな感じでね、商品を見てます。だけどそこで、まあ、横に人が、まあ、来ました。この人、お客さんも。当然、横に人が来たら、自分はゆっくり商品を選んでたんですけど、普通に人が横に来ただけで、商品を見てたんですけど、ちょっとぐちゃぐちゃになったんですけど、この隣の人に、こっちを見てるはずなのに、こっちの人を見てしまうっていう。まあ、脇見って言うんですけど、脇見してるんじゃないかと思って、この人に、見てんじゃないよと言われるんじゃないか、まあ、舌打ちされるんじゃないか、咳払いされるんじゃないかとビクビクして、まあ、ろくに商品もじっくり見れない、まあ、この人が来たら多分脇見の人は周りに他の人が来ただけで脇見表彰の人は多分別のコーナーに行ったり、その人がいなくなるまで他のとこで待機したりするのが多分あるあるだと思います。脇見表彰のレジの会計の時、まあ、この人が店員さんでレジ打ちをして、他のお客さんが商品をレジを会計してもらって、その後ろに自分が並んだとしても、横に人がいなかったとしても、自分の視界線、視界の中に、前にいるお客さん、レジの店員さんがいただけで、その人を見たくもないのにこの人たちに意識がいっちゃう、見てしまう。で、店員さんは、ん？なんかあの人すごい見てくるなって多分思ってたり、前にいるお客さんも視線を感じた意識がいっちゃってる状態なので、おそらくなんですけど、後ろチラチラ見たり、まあ、何見てんだよとか、まあ、下打ちとかされたり。脇見狭心症の人がよく言うのは、自分が脇見したら、まあ、誰かが下打ちしてきたとか、咳払いをされたとか、ひそひそと自分のことを見て話されたとか、まあ、嫌なことを言われたとか、そういうこともあったりするんで、そういうことをされたりして余計、自分が脇見したから、相手に意識、視線が行ってしまったから、まあ、咳払いだったり嫌なことをされた、相手を迷惑、不快な思いをさせてしまったんじゃないかと、自己嫌悪になって、それがまた脇見狭心症の溝というか、悪循環になって、まあ、症状が治れないっていう感じです。で、次は、学校で授業を受けているとき、試験のとき、テストのときを話していきます。脇見狭心症は若い子で悩んでいる人も多いので、やっぱり学校が辛いってなることが多いと思います。例えば、じゃあ学校でどういう風に辛いのかと言いますと、普通に授業、教室、これが黒板で、まあ、前に先生、教師がいて、まあ、授業を、まあ、テストとか授業を受けているとき、ここに自分の脇見狭心症で悩んでいる人が授業を受けていると、やっぱり教室はもうすごい周りに人がいる。普通だったら、まあ、当然会話、視線は黒板を見て先生の話を聞いて、黒板に書いたことをノートに書く、まとめたり、授業を集中して受けるんですけども、脇見狭心症の人はやっぱり前を見れなくて、黒板を見て前を見て話を聞いて集中して授業を受けたいのに、両隣の人に視線が行ってしまう。斜め右の人、斜め左にも行っちゃう。前の人にも、そしてもう先生にも脇見してしまう。目の前に自分の視線に入ってるだけで、本当は黒板を見たいのに、ノートに取りたいのに、もうこの人たちに脇見してしまう。で、学校でよく言いたくもないのに周りの人を見てしまう、まあ、それが原因で陰口を言われたり、あの子なんかすごい見てくるって言われていじめの標的にされたり、まあ、人間関係もそれでうまくいかなくて自分に自信が持てなくなったり、まあ、学校生活も円滑に行かない人が多いです。脇見狭心症になると、やっぱり授業も集中できないんですよね。黒板を見れないんで、周りの人に視線がいっちゃう。それ不快な思いさせてしまうんじゃないか、そして咳払いとかされたり、陰口を言われたりするんじゃないかと思ったり、まあ、授業が受けれなくて怖くて、こううつむせになって寝たふりをしたり、自分の視界に周りが入らないように縁が太い眼鏡をかけたり、紙でして周りを隠したりして、なんとか学校頑張ってる子がすごい多いと思います。やっぱりノートを書けなかったり、勉強に集中できないんで成績が落ちたりすることもあると思います。で、例えばテストの時も両隣の人に視線が行ってしまう。そうなるとテストの時みんなシーンとしてると、自分の視線が行っちゃうんじゃないかっていうビクビクして、まあ、よく、まあ、カンニングと見られるんじゃないか、自分がカンニングしてると思われるんじゃないか、自分の視界が見たくもないのに隣に行っちゃう、まあ、そういうので、まあ、学生の子で脇見狭心症で悩んでる人はすごい辛い思い、毎日苦しい思いをしていると思います。最後に、脇見狭心症で仕事をしている人、それがデスクワークの仕事、事務だったりなんかをやる仕事の人の場合、例えば、まあ、デスクワークの仕事なんでいろんな会社があると思うんですけど、まあ、机がこう6個あります。みんなパソコンなり仕事をしています、まあ、ここに自分います。
まあ、キム教授の人は当然両隣に人がいる、自分の視界に人がいるだけでこの人に見たくもないのに仕事見てしまう。本当はね、前をここを向いて仕事をしたいだけど、もう意識がいってしまう。斜め右の人、斜め左の人、まあ、前の人、もうどこ行っても視界に人がいるだけで、まあ、迷惑な思いを、まあ、させてしまってるんじゃないか、不快な思いになってるんじゃないか、自分の視線、視界が意識がいってしまうために、まあ、デスクワークの仕事でやっぱりパーティションっていうか、パーティションっていうのか分かんないんですけど、そういう区切りがここにあると視界を遮る、まあ、そういうものがある会社だとやっぱり視線はもう遮られるんで、やっぱりそういう会社だと仕事に集中できるので、デスクワークでもそういうパーテーションがあったらすごい脇見教授の人は仕事に集中できるし、かといってそういうのがある会社はやっぱり限られてるし少ないと思うので、脇見教授の人は横とか周りに人がいる中で働くのはすごい疲れる、きつい、まあ、脇見教授が原因で、まあ、人間関係が気づけなかったり、ひそひそと悪口を言われたり、あの人ずっと見てくるよなんて言われたりして、やっぱり孤独になって孤立したりします。脇見教授の時点でやっぱ職を選ぶ時もこういうデスクワークだからできないってなったり、職が限られてしまって職を転々したり、職を選ぶことも難しくて、自分の仕事になりたい仕事とかやりたい仕事に脇見教授症っていうのがあるから自分は無理だと思う、できないことがすごい多いと思います。まあ、こんな感じで日常生活の中で日々辛いこと、脇見教授症あるあるというか、脇見教授症の人が苦しんでる、まあ、生活、まあ、普通の人で言ったら本当に学校で勉強したり買い物したり仕事を普通に何も気にしずしたり、電車にバスに、まあ、普通に音楽聴いたりスマホいじったり、のんびり電車とか乗ったり、好きな店にレストランも入ったり、ちょっと飯食べてこうって言ってすんなり食べて帰ってこれる、まあ、そういう普通の日常生活がもう困難で、まあ、苦しくて、まあ、そういう日常生活をうまく過ごせないというか、本当外に出るだけ、まあ、人が視界に入るだけ、まあ、人がいるだけでも苦しい思い、辛い思いする、している病気です。まあ、他にも、まあ、イラストで説明した、まあ、ことはほんの一部で、脇見教授症に苦しんでる人は本当にもういろんなとこで日常生活でも苦しんでて、これは無理だ、俺は脇見教授症だからと諦めることがすごい多いです。まあ、ホワイトボードでちょっとまあ、分かりにくかったかもしれないんですけど、あと話がねちょっと長くなってしまって、脇見教授症ではない方はすごい分かりづらいと思うんですけど、当事者の方はすごい共感することが多いと思うし、脇見教授症の当事者の人のその家族の人たちが、まあ、今の説明を見たらちょっとはその人がどれだけ辛いか、日常生活で悩んでいるか分かってもらえるんじゃないかと思っています。はい、こんな感じで、まあ、脇見教授症で悩んでいる方は日常生活すら辛いことばかりで、まあ、できないことも多くて、やっぱり外に出るたび出るたび苦しくて自己嫌悪になってまた落ち込んだり、こんな自分じゃ生きていけないって絶望したり、まあ、本当そういう毎日で、まあ、やっぱり引きこもり、不登校にならざるを得ないと思います。うつ病など他の精神疾患を併発してしまう人もいると思いますし、自分の命を絶ってしまう人も中にはいると思います。それぐらい辛い病気で、まあ、友達、まあ、家族にすら、まあ、理解されなくて、もう言っても意味ないよ、誰も分かってくれないと、ならいっそのこともう誰にも言わないことにしよう、そう言って、まあ、孤独で悩んでいる人がほとんどです。そういう人が、まあ、家族だったり友人だったり周りにいたら、まあ、理解できなかったり分からないことも多いと思いますが、本人が望むことを少しでも寄り添って、まあ、助けてあげたらいいんじゃないかなと思います。この動画を見て自分が脇見恐怖症なんじゃないかと、思っても、他の病気だったりすることもありますし、精神科、メンタルクリニックに、まあ、行って、脇見恐怖症なのに医者医師からは、まあ、違う病気と言われることも診断されることもあると思います。脇見教授症は、認知度が低くて、まあ、治すための治療法も確立されてなくて、人により、脇見教授症の症状も、まあ、当事者同士で理解できないことも、まあ、多くあったりしますし、これが絶対ということがない病気教授症なので、しっかり、自分自身で調べたり、まあ、考えたりして、まあ、自分が脇見教授症なのか、もっと別の違う病気なのか
しっかり考えて見極める必要があると思います。今日は話がね、脇向きをしようって一番、ね、自分が悩んでいることなので、伝えたい発信したいことが多いので、少し長くなってしまいましたが、この話は以上になります。ご視聴ありがとうございました。